YouTube のと動画投稿を始めたきっかけについて話したいと思います。きっかけとしては人生の中でやったことを形にしたいなっていうのが一つあります。今までの人生は取り留めもなくこうバラバラに点を打ってる状態なので、今まで打ってきた点を動画で残しておくことで後から振り返った時に線でこうつながるんじゃないかなと思ったからです。すいません、スティーブ・ジョブズの受け売りです。これ癖なんですよね、この二重の。母親にも、言われました。とにかく映像で残せるっていうことは、僕がおじいちゃんやお父さんになってもおじいちゃんになっても僕が生きていた証を残せるっていうことはすごく魅力があって、さっきもビーアギバーってありましたけど、与える人間になりたいっていう、ビーアギバーっていう原則をもとに、ただただ自分の人生を消費する、時間を消費したりお金を消費したりするんじゃなくて、それが3年前の自分とか1年前の自分とかに語りかけるような、そういうコンテンツを動画で出していきたいなと思います。なのでこれからもちょっとずつ撮ってちょっとずつ編集して出していきたいなと思います。はい、終わりー。